はい、皆さんこんにちは、アシスです。というわけでね、いや前回訓練場制覇したと思っていざ尋常に勝負と思ったら出てないっていうね。でしかもそれをやり直して全モンスター捕まえたの確認してからのこれ全部倒して、いやさすがに出ただろうと思ったら出てないっていうね。でよく考えたら、アルテマバスターを倒してないっていうマジかよ。いやブラキオレイドスがもう見た目完全アルテマバスターだったからさ、勘違いしたね、アルテマバスター倒したと。というわけで今回はサクッとアルテマバスターを倒しつつ、出現したこれですね、ハテナハテナハテナも一気にいきたいなというふうに思います。では早速アルテマバスターいきましょう。今回ね、本気です。この3名かなり本気のメンバーです。これなぜかっていうと、アーロンまず先駆けで、先制取ります。で先制取った後にどうしようかいや何も考えてないんで、ちょっと待って、いや考えてた、もちろん考えてたよ。アーロンは、リレーズをかけます。大丈夫、これは大丈夫だから、本当にリレーズかける。いやちゃんと対策立ってますからね。でここもリレーズなんですよ、リレーズで。こっから見せ場、リュックオーバードライブゲージが溜まっているリュックはいきなり称号が使えるんで、ここだよね、ここ冒険はしない知ってるやつでいこう、知ってるやつで。これマイティー G スーパーですね。ヘイストとプロテスとシェルがかかるのかな、でリジェネもかかってるのか。よし、これで鉄壁なんで、こっから攻めに回る。でここが問題なんだよな、これコケラだから、こう頭、両腕、本体っていう4つに分かれてるんですよね。やっぱ両腕から倒すべきなのかな。これやってみる、敵全体にダメージ久しぶりじゃない、全体攻撃アーロンさんの。これで一気に全部落とせると嬉しいけど、さすがにそんなことはないかな。ああ落ちた、両腕落ちた。やべえ、アーロン活躍してやがる。さあ敵の攻撃で何をやってくる、アルテーバ。これカウンター、もしかしてカウンターだっけ。カウンターだとリレースで起きるのはいいんだけど、その後敵のターンで、まあここは想定内だな。今のがカウンターだとしたら、やべ前回一回戦ったんだよね、どうだったっけ。しまって予習してくればよかった。大丈夫だよね。危ない。今のはカウンターアルテマからの通常殴りだったと思っていいのかな。てか完全にさ、リュックでさマイティージースーパーして意味なかったよね。うわーバカだ俺。しかもこれ結構ピンチな気がする。どうするか。いやただこれで全体攻撃が来てもユーナが生きるから、うわアルテマ通常なのか、やべえな、普通に打ってくんのかアルテマ。いやでもユーナが起きるけど、えこれ敵のターンとかあるのこれ。危ねえ、煽ってきやがるな。いやでもこれ頭攻撃してさ止めるより先にさ全体起こさなきゃまずいよね。今は迅速があるんでワンチャンあるでしょう。メガフェに、さあ何が来る、終わった。嘘だろ、え神竜あんなにあっけなく倒したじゃん。マジかー。いやー見た目弱そうなのにさ、中身はアルテマバスターだったね。いや調子乗った、これはまずいね。慎重に行こう。というわけでいつも通りだ、リュックなんかいらんリュックじゃないんだよ。とにかくユーナだ、時代はユーナなんだよ。
よし、これでね、2列全員にかけたんで、アルテマが来ても大丈夫ですね。多分さっきのカウンターじゃないんだよな。ちょっとよく見よう。次にワッカが攻撃できるはず。あ、でもあ、でも倒した。危ない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 。コマンドが成功しないとかさ、焦るわ。しかもね、カウンターじゃなかったね。ワッカが攻撃できると。で、全員にリレーズかかってるんで、ワッカは攻めましょう。頭よりは本体行った方がいいよね。怪しい動きするより前は、クイックトリックで、いいダメージ。お、アルテマ来ない、アルテマ来ない、アルテマ来ない。アルテマでもさっき連発されたからな。こいつは行動順が決まってるんじゃなくて、ランダムなのかってこと。早くない敵？あれ？あ、ボス、モンスター A、頭が動いてるからってこと？頭先にやんなきゃいけないのか、これは。ワッカちょっと交代して、頭減らしてみようか。チャジアサ、ベースオブザ、ベースオブザブリッジで頭がどれだけの HP あるかだよね。もったいないかな。いやでも、チャジアサでさ、本体に偏るよりはさ、確実に頭打つんだったら、エースオブザブリッジだけど、うわ、迷う。腕のこと考えたら頭もそんなに HP 高くないんじゃないのか。これでいけるはず。ちょ、今日調子悪いな。なんだ、当たらない。いや、頭いって、高さが高いからもしかして攻撃できないとか、そういうこと。頭さっきコントロールあってたじゃん。敵に2回攻撃されるんだけど。待って、嘘だろ。素直に頭やっとけよかったから。いや、2人起きるよね。で、次頭の攻撃なんだ。で、頭の攻撃が単体であると信じて、いや多分単体なんだな、ここはな。てか、怪しい動きしてくれ。よし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 、怪しい動きしたな。で、ここで立て直せるかどうかが鍵。辛くなー。辛くな、さっきも同じような状況だったじゃん。いやー、十中八九、アルテマが来る。アルテマが来るんで、もうこれは守るしかないよね。アーロンを出さないっていうのもあるけど、まあ、MP あるし、アーロンでリレーズかけとくか。アルテマ受けて、で、次頭の怪しい動きの結果が何かっていうか、主人公寝すぎじゃない？さあ、想定内。はい、死んだ。起きる起きる。主人公は起きない。腕が再生。頭の攻撃、無情液。うわー、汚い。あ、でもフェニオで起きるよ。オートフェニックス。あ、異念液大丈夫だ。異念液は大丈夫だ。これさ、永遠にこれが続くよ。リレーズリレーズアルテマ。待って、コードパターン変えてくれ。おい、全然攻撃できないんだが、さっきからこのパターンばっかだぞ。いや、一向にこのパターン抜けられないんで、召喚だな、ここは召喚に頼ってしまおう。メーガスに頼りすぎかな。久しぶりにお母さんに頼ってみるか。もしかしてオラオラですか。お母さん強えからな、主に股間が。あ、ないんだモーション、残念だな。さあ、これで全体に。おー、さすがお母様、とんでもないダメージ出た気がするけど、今気のせいだった。あ、しかもさ、召喚だったら限界突破してるからさ、耐えるんじゃない。え、アニマもう一回溜まってるからもう一回撃てるんだけど。あ、死んだ。お母様、いや、主人公起きてたじゃん、ネタ振りやめてほしいな。今絶対走ってきてさ、おっとっつってこけたよ。
え、は、いや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 、召喚明けこっち行動できないけど、よし、初手はね、とにかく攻めない攻めないで、裏方含めてちょっとリレーズとヘイストをかけておきました。お曲曲アルテマ使われない。とにかくね、防御重視ですね。ピンチに陥った時に裏から出てくる人がね、ヘイスト持ってたりリレーズ持ってたりすると立て直しが多分相当楽になるんで、まずそこを徹底する。これでリュックはか、ユーナが裏方で、ヘイストリレーズですかね。ここで一回腕を落としとくか。よし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 。でさらに頭も落とそう。前回ねチャジアサジャー胴体ばっかいったんで、エースオブザブリッツで、そういうこと、そういえばそうじゃん、届くわけないじゃんね。最近こういう敵いなくてさ、しっかり忘れてたわ。アホか。じゃあ胴体ということで、まあ、チャジアサの方が効率はいいんですが、次アルテマでね死ぬことを考えたら一発ででかい方がいいということで、エースオブザブリッツ決めます。はい、ここ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 はい、うん、いやでも大丈夫だ、対策は。おー、アルテマ来ない。超いい流れ、超いい流れ、超いい流れ。え、で、あれだろ、不思議な動きをするんだろ、頭が。あ、違う、怪しい動きなんだ。不思議な踊りさせてどうするんだ、頭に。怪しい動きをしてきて、で、ルーさん下げの輪っかのゲージ貯めたいよね。反撃は多分ないことが分かっているので、クイックトリック本体でたまんないか。そしたら、ケアルガをかけてティーダの攻撃力を上げつつ、ティーダもね、ゲージを貯めていくということで、クイックトリック。うわー、ダメージ受けた時の上がる方が良かったかもしれないですね。で、リレーズで3人起き上がったとこに異念液が来て、で、問題はこっからだ。ここで俺の対策が生きるわけだろ。いや、生きないわ。生きなかったわ。普通にね、3人いるんだったらね、ここでヘイスが打てばいいだけだもんね。あれ、待て待て待てよ、光栄にわざわざあんなにいろいろかけた意味はあったのか。いや、あったと信じよう。ここちょっと立て直しに使いたいね。リフレックじゃない、いや、意味あったあったあった。ここで、ワッカがリレーズかけても、リレーズ要員2人、リレーズ2人でしょ？そこをなんと、ルーさんに変えることによって、全員リレーズがつくんで、安定する。オッケー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 。アルテマ来るな、アルテマ来るな、アルテマ来るな。よーし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 。完全に運が向いてる。貯めといて、でリレーズしてからのアタックリールでしょう。うわ、でも頭にいっちゃう可能性もあんのか。届くも遠距離だから、まあまあ致し方がないということで、ちょうど半分くらいばらけたか。頭止まったね。これで敵の行動が減るんじゃないか。大丈夫、アルテマで多分頭が死んでるから、これで敵の攻撃は終わるはず。腕が再生して、よーし、頭が死んだら敵一回行動になったね。でかい、でかいが、ここで立て直さなきゃいけない。
これはひたすらアルテマが来ない通常攻撃が来るまでリレーズで耐える。よし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 、来てるな来てるな来てるな。輪っか回復して攻撃力上げつつルーさんでリレーズ、これで全員リレーズがかかり、そして輪っかでゲージを貯める。どっかでタクスもしたいな。あ、腕か、腕あんのか。しまった、長かった。やっとアルテマ以外の行動してくれたよ。リレーズかけてアルテマされてっていうのをもうひたすら繰り返して、やっと流れ変わった。ただね、この腕が突破できないんですよ。腕ね、アーロンが普通に殴ったらさっき1万ちょっとしか出なかったんで、結構硬い。オーバードライブ溜まってないのも痛いということで、どうするか、召喚に頼るか、ルーさん回すか。ちょっとワッカーの MP 回復しといて、リレーズ相当使ったからな。そっから回すか。あれ回ってない、回ってない、回ってない。え、すげえ頑張ってたのに全然キック回ってないし、壊れないかな、腕。壊れないね。うわ、アルテマか。ちょ、待って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 。いや、こんな時のための、こんな時のための裏方だろう。リュック出して、リュック出して。オッケー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 。リレイズかけて、で、そっからワンチャン迅速の方がいいかな。よし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 。完璧だ、単体だ。危ない危ない危ない。いや、しかしルーさん優秀だな。さっき回したのにさ、もう一回回せるの。ちょ、ワンチャンリベンジしようで、リベンジリベンジリベンジ。さっき3回だったもんね。さすがにそれはない。5回か。よーし、壊れた。これでやっと攻めれるね。長い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 。はい、攻めれない。また防衛。通常攻撃が来るまでリレーズアルテマ合戦してきます。長い長い長いって、長いって、マジでさ、いつまでアルテマ打ってんだよ。いや、こっから攻勢に移る。とりあえずうちのエースはワッカなん で、さっき MP 回復したのがね、エーテルターボ使って MP 回復したのがでかい。リュックにリレーズをかけて、で、タクスを持ってる人にユーナで交換しよう。誰が持ってるかっていうとね、絶対持ってるのはアーロンですね。え、そうじゃん、バカじゃないの。あ、そうじゃん、タクスってさ、誰かを全開にするんじゃなくてさ、自分のやつを託すんじゃ、アーロン何も溜まってねえよ。なんだよ、なんで、待って。え、そんなん託してもさ、え、アーロンの思いちっちゃ。ちょっと待って。託す。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。これだよ。やっぱ思いの大きさがちげえわ。ルーさんが、輪っかを思う心。これね、あ、やめてほしいな、それは。いや、でもさ、ルーさんがさ、アルテマ食らうとゲージが絶対マックスになるから、
輪っかに託し続けられる。いやー、最高のカップルだな、これは。とにかく、リレーズかけまくって、またこのパターンいくか。よしよしよし、いい感じ、いい感じ、いい感じにばらけた。てか、腕壊さなくてもオーバードライブだったらめっちゃダメージ与えたな。いい流れ、いい流れ、艦隊が来たね。託そう、託そう。ここで、輪っかに託す。そして、ルーさんの思いを乗せた12連続攻撃。よし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 。アルテマの流れだな、今の。今の場はアルテマだった、絶対。でもこれでルーさんが、ルーさんの思いがたまる。いや、マジルーさんド M すぎる。ド S っぽい見た目しといてド M ってね、最高じゃねえか。うわ、迷うね。ここをリレーズで立て直すか、攻撃で託すか。託しちゃおうかな。攻めるときでしょう。で、ルーさんをリュックに、ルーさんじゃねえや、ユーナをリュックに入れ替えれば、リレーズついてるから、これでリレーズかけて、最悪、最悪、二人は起きる。もしかしたらこれで倒せるかもしれないという、願いを込めて、12連続。行ってくれ、輪っか、みんなの思いを乗せて、そのボールに、あー、ないね、なかったですね。あ、しかもよかった、アルテマ来たらどうしようかと思ったわ。アルテマだ。で、リレーズがかかってるリュックに変えてフェニオだな。いいね、後ろにリレーズとかかけた効果が徐々に現れている。アルテマかー、きっついな。いや、何がきついって、もうこれで光栄でリレーズかけてるメンバーが一人もいないんだよね。決まりにかけてなかった。決まりにかけてなかったことがここに来て灰になるのか、もしかして。いやいやいや、そんなわけないよね、そんなわけないよね、そんなわけないよね。輪っか、できることならここで決めてほしい。その角の力を見せるときだ。まだか、まだか、まだか、まだなのか。アルテマ来ないで、アルテマ来ないで、アルテマ来ないで。よーし、来てる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 。フェニオで起きて、ルーさん託そう。これルーさん託して、腕がない、腕がないということは体に全てボールが集まる。手塚ゾーン、決めた決めた決めた。輪っかがかっこいい、輪っかがかっこいい、輪っかがかっこいい。しゃー、長かった試合を制した。いや、実に1時間くらい、アルテマリレーズ合戦やったんじゃないですかね。1時間近く、勝利の方程式。方程式さ、勝利の方程式って何、粘るってこと。セーブ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 。来た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 、我ながらどえらい魔物を作り出してしもうたの。最高の気分じゃい、お主にもわしの喜びを分けてやろう、マスタースフィア10個。試しに戦ってみるかの。最初の1回はただねえぞ。あ、そうかそうかそうか、はてなはてなはてなさんもこれで戦えるのか。一体何が出てくるんだ。行くぜ行くぜ行くぜ、戦うっす。
あーこいつかー、金色してる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 、すべてを超えし者だっと。マジか、超強そうなんだけど。